全ての始まりは一つの恋だった。おついは新三郎を思うあまり焦がれ死に。ごめんくださいまし。幽霊となってボタン道路を下げた乳母と一緒に夜ごと夜ごと彼のもとを訪れる。おつゆ殿、新三郎さん。新三郎の下男友蔵とその妻お峰、貧しいながらも幸せな二人の生活。ところが幽霊がやってきて。いただけますね。大金と引き換えに主人を裏切ってしまう。さらに愛欲に溺れて殺しを働き、悲しすぎる末路をたどる奥国と源次郎の男女も絡まり、物語は思わぬ方向へ。また原作者の三遊亭園長役を坂東三津五郎が力演しているのも話題です。笑いの中に人間の業の恐ろしさを描き切った三遊亭園長原作、大西伸幸脚本による最高傑作、怪談ボタン道路。この夏は涼しくお過ごしください。